演舞開演。どうも、本日はファミリーマートの流通大喜利企画室の前からでございます。どんどんデザートなんですけど、そのコーナーにあったんですよね。これどういうことなんでしょう。ではいただきます。サラダにしてるという名前の意味が分かりませんが、まあとりあえず美味しかったのでこちらの点数に載せてきました。ただこの名前の意味が分からないとちょっと釈然としませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。